はいどうも、ご視聴ありがとうございます。サム太郎でございます。ザナドゥやっていきましょう。これね、難しい。仕事後なんで1時間しかプレイできてないんですけれども、ラスゲがね、まあ難しいんだ。というわけでやっていきましょう。で、まあ基本的なダメージの稼ぎ方は、今使わせていただいたこのチェイスレーザー、このチェイスのベースをうまく使ってあげて、あーこれも、いけるか、戻れ戻れ、あーダメか。チェイスレーザーをうまく使ってあげてダメージを稼いでいきます。どういう動きをするかというと、基本的に自分の引っ張ったところにレーザーを追加で撃ってくれます。だから追従貫通弾のイメージかな、使い方としては。でそれを使わない限りダメージはほぼほぼ通らないんで、うまく活用してプレイしていきましょう。じゃあステージ1突破ですね。ステージ2。ここがね、まあ、ここもなかなかどうして難しい。弱点しかダメージがほとんど入らないんで、暴れる。2本拾って、あー、一体それしてほしかったな。互いに回復し合っちゃうんで、結構がっつり稼がないと、ダメージは稼げません。やってる感じ、薄くいくよりも結構暴れてあげた方がダメージは稼げるイメージです。あとこいつね、貫通制限です。シンデレラは何もできない。シンデレラは何もできないんで、まああわよくば無理だよね。で、中央攻撃即死じゃないんですけども、ダメージ6万かな、1万5000かけ4で、だいぶ痛いんで、なるだけね、しっかり処理しましょう。よし。じゃあ、ステージ2突破で。じゃあ、ステージ3。ステージ3は同時処理だったかな？そう、こいつらは同時処理。角度としては、引っ張って両方を触った後に、リットン使って、あ、はい、すいません。なんでもないです。やっちゃった。そう、このね、ウィンドウはかなり助かります。2個のベース踏んで、で、ビット、おー、入れ番。ビットンの間を行く、なんですけど、ちょっと待って。シンデレラの貫通変化まだ使いたくない、反射変化まだ使いたくないんで、ちょっとここは行って捨てます。処理できたわ。ごめん。はい。じゃあ、ステージ4、やっていきましょう。ここは貫通に変化してあげて、これが、画面上の下で決まっていれば、同時処理できてました。はい、すいません。参ったね。今の一手でかいな。これ無理かな、左に行っちゃうかな。あ、左行っちゃった。そうなんですよね。基本的にはこうパネル変化を使ってあげて、貫通タイプで進んであげないと厳しいんだよね、これが。暴れよ。一体ずつは処理できるんだけどね、ここ同時処理なんで、暴れちゃダメなんですよね。うわー、マジか。ちょっと待って、ここで死ぬのはまずいな。あー、やらかしたー、マジか。なんかボスが削れてるけど。いやー、参った参った。これは必殺大暴れで、なんとかするしかないな。
はい、大暴れで何とかしました。本当はよろしくない。本当はよろしくないんだけど、まあ、よしとしましょう。うわ、地味に死ぬ。ここまで本当は貫通タイプの方がいいんだ。なんだけど HP の問題もありますし、シンデレラのこの減速率の低さを使ってがっつり稼いでいこう。あー、ギリギリ間に合うね。本当は良くないけどね。はい、突破で。あやー、焦った。そしたら、ステージ5、ステージ5がね、完全同時処理の5体6体。はい、フレズベルグの山です。これが全部同時処理なん で、イメージはね、2個とりあえず踏む、2個踏んで暴れ回るってあげると結構いい感じに処理できます。さあ、ここで処理したいな。あ、1体残ったか。1体残っちゃうとこれなんだよね。さあ、ここで決めていこう。じゃ無理かな。 2P の方ならいけそうな気がするけど。お、でも踏んだ。 OK です。じゃあボスやっていきましょう。残り6分だからラストチャンスかな。ここは基本的に3踏みですね。3踏みしてあげて、あ、ミスった。一体処理してくれ。フレーズベルグだけでいいんだ。無理か。そうだよな。 2P の場所がいいんで 2P で決めたと思います。上を3個踏んであげて、下に降りてきて、まずフレーズベルグ。フレーズ処理すると弱点露出します。今これシンデレラ踏んでんのかな。いや、僕わかんねえな、これ。暴れましょう。暴れる理由としては、あー、あかんか。あ、ボス削ってるからいいけど。そう、あのね、暴れていいところは、ここボスの回復がないんですよ。なので、削れたら削っちゃった方がいいです。さっきもお伝えした通り、あいつはね、即死を持ってるんで、ここでしっかり処理していこうと思います。ごめん、ビビった。6万食らったら493で持たねえなって。あ、処理できたわ。で、あとはボスを削るだけですね。上を経由して、下に。その繰り返しです。あ、まあまあまあ。まあまあ、いい感じかな。残り3ターン。2ターンか。まあまあ、いけるでしょう。そう、BJ の SS はラスゲに取っときたいんだよね。はい、突破ですね。そしたら、よいしょ、貫通変化してあげて、チェイスレーダーで処理。で、やることは同じですね。変化して、あー、逆いった、マジか。処理してくれ。いけたわ。ただ暴走削りましょう。これで雑魚処理は終わりなんで。いい感じ、いい感じ。
地雷のダメージわかんないんだよね。ちょっと地雷を食べながら。あーまあまあまあいいか。上の地雷がちょっと怖いんだよね。上地雷回収で。あ、ちょっとすいません。あ、なんでもないです。大変失礼いたしました。よっ。あー、削り切れなかったか。ちょ、今削り切る手で撃ったんだけどな。これがね、どうなんだ。貫通変化してんのかな。反射のつもりで撃った方がいいか。いや、地雷怖いな。地雷で即死はやだ。オッケーオッケー。さあ、ラスゲ、やっていきましょう。ここでね、今2敗したんだよね。まず同時処理。この同時処理でちょっと一発使います。なんでかというと、さっきここで3ターン無駄にしたんで。3ターンはでかい。ただね、でも投下してから使った方がいいかな。一応頑張ってみるか。そう、こうなるんだよね。本当に。嫌になっちゃう。で、ここから投下してくれるんで、ある程度は稼ぎやすくなります。上までいけないか。また3ターン使ってしまった。SS で稼ごう。で、シンデレラの SS でこの雑魚を倒したい。さっきね、やったんですけど、この雑魚ね、本当に即死級なんですよ、ダメージが。できればなる早で処理をしたい。まあ、2体とはいえ、1体とりあえず持ってってほしいな。オッケー、行って。とりあえず1体、もう1体持ってってくれたら最高。ありがとう。さあ、ではボスを削りましょう。あー、これどうなんだ。ワンチャン、SS で。いや、ダメだな。さっきこれと似た状態になったんですけども、全然削れなかったんですよ。やっぱね、暴れる方が削りはしやすい。と思います。2個拾って、オッケーオッケー。で、これね、薄くいくと、どん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 減速して終わってしまうんで、角度はきつめの方が、いやー、それは予想外。そうなんだよね。入れ番するんだよね。いやー、削れないな。ここで決めよう。恵みからの弱点を切る感じ。
残り2ターンか。渋いな。もう一声削ってほしかった。いや、勘弁して。マジでか。でも、靴が湧いたから、ただこれ一分目じゃ削りきれないんですよね。やってるイメージは。もう一回戻ってこい。あぶねえ、ラストで勝ったー。やりたくねえ、これ。ダメ用の、反射の、埋水の加速くれ。加速いれば違うと思うんだ、これ。いやー、ほんとギリギリ。見落ちてくれたかなー。オッケーオッケー、3体。危なかった。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。マジ、ラスゲきつすぎだって、これ。あー、よかったー。ダンタダンと。はい。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。よろしければ、チャンネル登録の方でよろしくお願いいたします。ギリギリだったなー。バイバイ。